ゴージャゴージャゴージャ。いてー。毎日百姓日記。どうも、吉本新喜劇の横地新平でございます。ねまってらかー。はい、今日はですね、昨日に引き続き収穫と脇芽かきをさせていただきました。はい、ちょっとね、動画撮ってる時にね、一言も声出さなかったので、今アフレコで対応させていただいております。昨日と今日とでね、おそらくもうすでに1500本ぐらいは脇芽かきと収穫はしたんじゃないのかなと思います。こんな感じでね、ポリ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 取ってきます。これが意外とね、気持ちいいんすよね。癖になるというか、無限プチプチを思い出すかな。そんな感じ。あとついでに枝の誘引もね、ネットにしてます。太陽にね、葉っぱがしっかり当たるように広げてあげて、やってあげてください。一言も喋りませんね。集中してたんすかね。今思うと、なしって一言も説明せずにね、カメラにピーマン向けたのかもよくわかんないですね。とりあえずね、これからずっと同じような光景が続きますので、早送りしますね。それではね、あきちゃん農園のほのぼのおやつタイムをボラギノールの CM 調にね、お見せしていきたいと思います。あ、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、今日は笑いゼロでお届けいたします。どこがいつも通りだってや。今日はね、近所のアスパラ生産者のキヨコちゃんがアスパラを湯がいて持ってきてくれました。みんなで塩でいただきましたよ。わー、美味しい。いい写真、ほのぼのしてますね。やっぱ青空飯は最高で、今日ね、アキちゃんと一緒に収穫したピーマンです。あ、アキちゃん初登場ありがとうございます。最後はね、野島さんと写真をパシャリ。いや、野島さんの服の癖がすごい。毎日百姓日記。